男性の踊り方2名、登壇をいたします。なぜかお昼と違って放課ぶりが2人出てますけれども、特にですね、男踊りの部分については、手ぬぐいをつける方法として、アイテムの方法としてですね、こういう放課ぶり、それから私がしているようなねじり鉢巻き、こういうような2種類あります。でも偶然と思いますが、放課ぶりの仕方でもネズミ小僧的なですね、時代劇に出てくるネズミ小僧的な両方で結びを上に左右対称に持っていくところと、こういう形でねじり鉢巻きのような形で花の切ってねじる、この方法という2種類のね、方法もございます。あんまり気づかないと思いますが、そういうところもご覧いただきたい。それから女性は下駄、それから着物を羽織って、傘をかくというところでございますが、やはり動きにくいですから、少し裾をから上げといってめくり上げてですね、ちょっと後ろ向いてもらおうかな、ちょっとこう動きやすいような形になります。これは男踊りも同じような形で、後ろに少し立ち入って、これをから上げと申します。そういう形でですね、着付けをして、女の子なんかはね、ものすごくね、激しい踊りもやりますけども、着崩れがしない、結構きついんですね。僕はもう思うに、男踊りより女性踊りの方がはるかに苦しいし、きついです。手は下げることは許されません。男性はね、たまに下げて、いろんな形で踊りますけど、女性は絶対難しいですから、そういうことはありえない。ね、そういうところで、本題に入りますけど、まず、阿波踊りで一番大切なことは、リズムに乗るということです。で、リズムには、今日はですね、1212というリズムを、今から、ぞめき囃子を奏でますので、皆さん方の感性で、手拍子をまずやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今2人見てたら、彼はね、鳴り物が上がったら少しこう浮かれてるの。もう彼はちょっと緊張して、そのままこうって、ね、なんか見てると、やっぱりこう楽しい方がいいなと僕は思うわけね。もう非常に上手な踊り手なんだ。皆さん見て緊張しちゃってますけどね、お許しください。で、今言ったように、鳴り物が速くなると少しね、上半身が皆さん方も浮かれて手拍子をなさってる方がたくさんいらっしゃいました。で、それもそのはず、それが阿波踊りの極意の一つで、浮かれのリズムというね、タタタタタというリズムの足に、タタ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 という三連符の浮かれのリズムというのが基本になってますので、ですから、きちっと分かりやすく言うと、タッタというリズム、タタタタというリズムじゃないの、ね、ですから浮かれやすいリズムになっている。まあ、これがまず皆さん方ができてますので、あとは足の運び方と手の出し方になります。まず足の運び方から申し上げますと、皆さん方がパチンって叩いた時あると思いますね。1と2とこう叩いた時に、僕が入って言いますと、右足をプーンと前に出していく、椅子のままで結構ですね。で、帰っていただく。また違う方の足を出していただいて、帰っていただいて、出していただいて、帰っていただく。まあ、これが足の運び方のリズムの取り方の基本になりますので、皆さん方一回ちょっとやってみたいと思います。まず手拍子からですよ。はい、どうぞ。
OK です、ね、本当はね、まあこちらの方に来ていただいて手取り足取り教えをさせていただきたいですけども、時間の関係とね、コロナからね、あまりね、そういうちょっとやり方が控えられていますのでね、ご辛抱願いたいと思います。今ので足の部分までできました。あと残りは手です。手は、今日はね、俗に皆さん方は右足が出た時に右手が出ますよっていうのはね、誰でも知ってるんだけど、だいたいそうやって踊っていただくと、最初素人の方はこんなような形で同じ方の足と手が一緒に出ます。でこれはね、大きな間違いであって、まず同じ方向の手と足が出るのは上から少し前下に出てくるときに必ず同じ方向の手と足が出ますね。そうでないと下から出るのであれば、歩くときと同じように逆の手と足を出さなければいけません。じゃあね、ちょっと一回、まあ、時間がないんですが、笹ちょうどを取ってもらおうか。うちわ持って下から手が出るときは、右足が出るときに、じゃあ右手が出るときに左足が出てくる。ですから歩くときと全く一緒なんです、ね、上から手が出るから同じ方向の手と足が出るという。ありがとうね、はいはい。ですから皆さん方にはね、今日は、あまりこう手を出さないようにお教えします。手を上に上げていただいて、右足が出るときに少しだけ少しだけアクセント的に前に出すぐらいの気持ち、少しでいいですよ。それはやります。じゃあ行きましょう。まず手拍子、次に足いきますよ。足、はい、足、はい、手を上げますよ。はい、手を上げて、手を上げて、そう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 、手を上げて足を運べば踊りというように簡単に踊れるのが踊りだと思っていただいて結構ですけども、でも間口はね、広うございますが奥行きがもっともっと広いの、ね、上手に踊れと思ってももっともっと上手な人もたくさんいますのでね、皆さんは楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思っています。で最後に、掛け声をお教えしますので、後で皆さん方一緒に踊るときにね、私の方からやっとさーということを言いますので、一回ちょっと見本やりますので、返しをね、やっとさーというと、やっとやっとというような返しをしてください。で、やっとやっとというと、やっとさー、やっとさー、一回だけ見本やりますよ。いいですか。あ、やっとさー、あ、やっとやっと、あ、やっとやっと、あ、やっとさー、やっとさー。これをね、一回やってみましょう。はい、どうぞ。はやっとさ、はやっとやっと、はやっとさ。もう一回いきますよ。もう一回いく。ちょっと聞こえなかったからね。もう一回いきますよ。皆さん方と一緒に踊るアホになっていただいて、楽しい時間も少し設けたいと思います。ただいまから青鳥振興協会が誇るオリジナルの舞台の踊りをお見せをさせていただいて、先ほど言った一緒に踊る時間も設けたいと思いますので、最後までご観覧いただけますように心からお願い申し上げてご挨拶といたします。失礼いたしました。